今日のコメント、ハルカッチさんはサッカーと野球どっちが好きですか？僕、小学1年生から高校3年生までずっと野球をやっていたので野球が好きですね。結構強豪校だったんですよ。どうもハルカッチです。皆さんアニポケは見ていますか？新無印も終盤に入り盛り上がっていますよね。てかスー君、ポケモン SV 出たらどっち買う？僕はやっぱりストリンダーだからバイオレットかな。え？通常色じゃないでしょあなた。僕の場合スカーレットか。そこで今回は新無印編でセレナがまた登場するのかについて話していこうと思います。では関係ないけど、スカーレットバイオレット発売したら初の YouTube 生配信やろうかな。やったらみんな来てくれます？というわけでよかったら最後に聞いててください。新無印編にセレナまた登場するのか。新無印編でたくさんの過去キャラが再登場しており、サトシに唯一恋をしたヒロインセレナも一度再登場しました。それについては復帰してからすぐ動画にしているんですが、その後視聴者さんから僕の元にセレナもう一回ぐらい出ないですかねという質問が DM やコメントで多々寄せられていたので、今回はそれについて僕なりに結論を出していきたいと思います。まず先に結論を言うと、出たとしてももうがっつり出ないのではないかです。光は案内出たのにって思う方もいるでしょう。しかし光がアニポケにがっつり出ていたのには理由があり、この当時ダイパリメイクやレジェンズアルセウスの発売があり、その宣伝目的があったためだと思われます。それ以外のヒロインはハルカとカスミもまだ登場していませんし、リーリアは結構出ましたが、あれは回収すべき伏線で出たと考えると、セレナがまた出たとしてもがっつりは出ないのかなと感じます。しかし皆様もご存知、セレナは他のヒロインと少し違います。サトシに唯一恋をしたヒロインで、前回出た時もこの前動画にしたように左足のリボンの秘密だったり、あと動画のコメント欄を見ると最後に出たグリーンライトにも意味があるらしいですね。グリーンライトには韓国ドラマでは恋愛感情を意味しているらしいです。サトシのことをまだセレナが好きという隠れメッセージのようなものが前回登場時にはいくつかありました。なのでサトシが大きく活躍するときには、サトシが好きなはずのセレナは応援に駆けつけるといった描写は新無印編でまだあるかもしれません。サトシが大活躍するとき、そうマスターズトーナメントです。1回戦の第5戦で来るか怪しいですが、もし勝ち進んだら決勝のダンデ戦は見に来てほしいですよね。皆さんは新無印編でセレナがまた登場すると思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じで新無印編でセレナまた登場するのかについてでした。ちょっとでもご覧になったらチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。では次の動画でせーのグッディー。